とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いはまだ残ってる。何があったんだ。ポットの中の子みんないなくなってる。嫌な匂いがする。暴れたようだ。納得してる場合か。こっちは任せろ。やったな。うん、うん、あっちいな。おい、クラウドさん、お待ちしてました。すでにお伝えした通り、僕はシンラに席を置きながらシンラと戦う術を探っています。身を危険にさらしても研究に没頭してしまうのは上司である北条博士の影響です。そんな彼からの独立、これが僕の研究の目的です。事情は明かせませんが、僕にとって大変な難題です。今はただ僕の研究を進めるしかありません。そのテーマはクラウドさん、あなたです。あなたに秘められた力を引き出せれば、シンラと北条に立ち向かう力となるんです。さあ、新たな戦闘データの提供をお願いします。相手はあらゆるデータを掛け合わせた架空のモンスターや兵器のデータです。準備ができたら、この奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください。共にシンラに立ち向かいましょう。準備ができたら、この奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください。共にシンラに立ち向かいましょう。
今後も遠慮なくお越しください。僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますから。
よ
めて一気に。
あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。クラウド？どうしたの？なんでもない。上、工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時、プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため、人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。そこで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド、寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通って、娘はこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。ここを通るのか。楽しそうでしょ。攻めるぞ。片付ける。今だ。届く。それ。またね。どうってことない。あれはロボットアーム、かわいいよね。うん。嘘、はしご引き上げられてる。こっちこっち。私乗るから上までお願い。本気か？もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
待たせしました。やったね。ああ、あれ、うん、よし、この調子で頑張ろう。アームであのコンテナ掴めない？すごい！クラウド、もしかしてアーム担当だった？するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私下に行くね。飛び降りるの無理だよね。
あれは？キャンプかな。ということは降りられるはずだ。お願い。わかった。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、そのあれだ。のえ、弁償ってのはそのあれだ。俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ。弁償だ。身ぐるみが弁償か。うそ。くちゃ。ソルジャー、やめたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだ？お前ら！
や。沈め。私、下行くね。クラウド、アームの操作お願い。こっちこっち。あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。
昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。ああ。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前、見なくちゃね。まで繋がってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。
といっても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？切り盛りしている。クラウド、それ今関係ない。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。本日開店の自動アイテム屋、呼び込みは人力だが販売は全自動だ。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが、トロットロの。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるかこの感じ。お、同類かよ。もしかして楽しいことの後は罪悪感やら自己嫌悪でめいっちゃうタイプか？でもそれは一時のことで、すぐにまた。あ、なんだ、質問か？ティファを見なかったか？ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか？なんで？なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか？街を出ないでジョニー。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何？気にするな、知らなくてもいい。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ？屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか？エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや、
代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そして手もみ屋のマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。